DH-114 ヘロンマーク2デハビランド DH-114 ヘロンはイギリスのデハビランドが開発した4発レシプロ旅客機である。DH-104 ダブと姉妹機でもあるがこちらは双発機であった。また日本においても1950年代に近距離旅客機として運用されていた。なお、ヘロンとは水鳥の詐欺の意である。 デハビランド DH-114 ヘロンの開発は、市場の動向から遅れ、DH-104 w よりも遅くなった。そのため生産決定は1940年代後半になってからで、初飛行は1950年5月10日のことで、あった。機体はダブを大きくすることで、共通部品を多くすることにし、胴体を延長するとともに2機のエンジンのために、翼長を延長するものとした。 また最初に引き渡された航空会社はナックであった。また初期に生産されたヘロンは降着装置が固定式であったが、後のマーク2では引き込み式に改良された。149機が生産され、およそ30カ国に輸出された。またヘロンは4発であったが、それぞれが250馬力しか持たないデファビランドジプシークイーン30エンジンであったため、非力であった。 初期生産型であるマーク 1AD が51機生産された後、マーク2が生産されこちらは耕着装置が引き込み式になった。また燃料消費を減らすとともに、幾分最高速度を上げた。また1963年には12機がカナダのサンダース社の手によってエンジンを乾燥して総発に改造されたサンダース ST-27 と命名された機体もあった。 dh 114タウロン広島県府中市 dh 114タウロン広島県府中市 dh 114ヘロン福岡県福岡市海塚公園発足間もない日本航空がローカル線に使うつもりでヘロン3機を購入したが受領した時には特殊会社の日本航空となり日本航空株式会社法第一条の規定によりローカル線の運行ができなくなったため 上院訓練に短期間使用したのみで、営業運行につかないまま日本ヘリコプター輸送に、売却、白鷺の愛称で、東京名古屋大阪線と、東京三沢札幌線で運用していた。東亜航空は、多くのヘロンを運用していたが、搭載エンジンの部品入手が困難になり、エンジンをアメリカのコンチネンタル i o マイナス472、乾燥し、タウロンと命名し運用していた。 ターロンとは、ターヘロンの合成語である。ヘロンとタウロンの区別の仕方は、ヘロンのエンジン吸気口が、プロペラの下側についていたのに対して、タウロンの吸気口は横側についていることが、外見上最も判別しやすい特徴である。なおノースギアは変わらず引き込み式の改造は、なされていないため、像や、バクの花のような独特の姿はそのままである。 九百六十三年八月十七日、八丈島にて、藤田航空のヘロンが、八丈島空港離陸直後に八丈富士に激突、乗客、乗員十九名全員が死亡する事故が起こっている。最高機は、奄美群島の離島間路線で運用され、細々と活躍を続けていたが、当は国内航空時代初期の九百七十三年三月を、もって引退し、 日本の空から完全に姿を消した。過去、日本国内で数機の引退後のヘロンが保存展示されていた。当初保存されていた蒸気のうち、JA6151、JA6152、JA6153、PKGHR の4機はすでに解体され、現存していない。以上のことから、福岡県にヘロン、広島県にタウロン、 それぞれ一機のみが日本国内で現存している。特に中原クリーニング工場屋上に設置されているタウロンは尾翼のマークが所有者のものに書き換えられているものの機体のマーキングや東亜国内航空という文字等がそのまま残されており日本航空史的にも貴重な機体となっている。しかし機体は経年のススで汚れ 後部のドアも落下式内の天井が、陥没するなどしており、状態はかなり悪化している。塗装の塗り替えなどの措置は、ある航空専門家の助言により一切、行っていないという。現在地での今後の維持は困難であり、このまま老朽化が進むと解体、廃棄が免れないのは明白であることもあり、価値ある機体の解体を避けるため、博物館、個人、 自治体等による引き取りをせずに希望しているということで、ある。ありがとうございます。